はい、皆さん、こんにちは。アミノコガイです。今日はですね、この話題一色に、日本が包まれてると言ってもいいでしょう。もう新聞各紙でも言ってますけども、ここではNHK のウェブ版から引用したいと思います。ですね、今年のノーベル賞、ノーベル科学賞ですね、ノーベル科学賞の受賞者に、朝日化成の名誉フェローの吉野明さんが選ばれました。で、吉野明さん、とその他、二人選ばれました。その二人とも、アメリカ人ですね。で、アメリカのテキサス大学教授のジョン・グッドイナフさん。あと、アメリカニューヨーク州立大学のスタンリー・ウィッティンガムさん。そして、吉野明さん。三人が、今年のノーベル化学賞に選ばれたということです。まずはおめでとうございます。本人も、なんかすごいびっくりしたなんてことを言ってましたけどね。それでですね、選ばれたかというと、これですね、リチウムイオン電池ですか、リチウムイオン電池を開発した、その解説にこの3人が携わってたということで、選ばれたそうです。リチウムイオンというのは、スマホだとか、あとパソコン、ノートパソコンのあの電池ですね。あれを、小型化、軽量化して、実用化させたということなんでしょうね。それで選ばれたということです。確かにこの人たちの研究のその成果がなければここスマホなんてひょっとしてタブレットぐらいの大きさになってたかもしれませんよ。1980年代に初めて携帯できた時、これがなんかバッグみたいなのも持ってましたからね。バッグみたいなのもこう持ってて、それで、電話してたんですけどね。で、あのバッグの中の、あれほとんどがその電池じゃなかったんですけど、バッテリーだったような気がしますけどね。それだけバッテリーって結構、大きかったんですよね。日本のお家芸というかね、小型化、そして軽量化。それを、まさに字で言ったような、そういうふうな、研究でしたね。それでですね、これでトータルで、日本人はアメリカ国籍を取得した人も含めると27人目です。だから27人取ったと。で、科学賞は、8人目となったということです。それでですね、確かにものすごい、いい話なんですけどね。今日明日、あれかな、今度は文学賞かな。文学賞も取れるかどうかちょっと期待したいと思うんですけどね。ですね、今日はこれでは話は終わりません。確かに、良かったんですけども、じゃあ今後も取り続けることができるかっていうことを考えると、やっぱりそれには金かかるんですよね。昨日の国際リニアコライダーだって5000億かかるんですよ。だからどんどんお金を出せば出すほど、その研究の成果がアップすると言っても過言じゃないです。特にこの科学技術なんて、外れたらもう、ポシャンになっちまうんだ。もうゼロになっちまうんですからね。その投資額がゼロになっちまうんで。非常にリスクが高いっちゃ高いです。当たればすごいですけどね。だから出し渋ってるというところがあるんでしょうけども。でもどうしてもこれ、科学技術の進歩を得なければならないとなると、どうしてもお金必要です。そこで日本の研究開発費は、おおよそ約17兆円ぐらいですかね。17兆円行ったり来たりのところです。ほとんど変わってないんですよ。で、この研究開発費、ものすごいアップさせた国が、得てして2つあります。1つはアメリカ。あともう1つは中国です。特に中国の伸びはすごい。やっぱり中国の隣国であるこの日本が、戦後、技術を駆使して、もう資源ないですか、技術を駆使して、どんどん大きくなっていった。そういった成長を目の当たりにして、それで技術というのはすごい 大切なんだなっていうのを身に染めて感じたんだと思います。それで、どんどん、研究開発費に、ガンガンお金をつぎ込んでる。ということだと私は思います、中国は。なんでね、いろんな人が、もう今後あと数十年後には、中国人結構取るよと。日本人を上回るぐらいの、ね、ノーベル賞受賞者出てくるよ、なんていうことを言ってる人がいます。確かにそのような、その可能性は今の現状のままでは十分あります。じゃあどうすか。もう研究開発ガンガン出せばいいんですよ。
17兆ですよね。で、あと、もう一つは、その政府が負担する額っていうのが、ほんと主要国に比べると、半分ぐらいなんですよね。確かフランスが30数パーセント。日本は、15% ぐらいかな。15% ぐらいしか国で出してないんですよ。この比率を倍にするだけでも、研究開発費がバーンって倍になるような、そんな感じなんでね。だから、どんどん国も関与していかなければ、その研究開発費のお金を出すということに関与していかなければ、本当に今後、中国に、どんどん追い越される可能性が極めて高いです。ですからね、日本もこのままじゃなくて、まあ、アメリカに追いつけ、追い越せという気持ちで、やるんであれば、絶対に、研究開発費出さなきゃいけません。じゃあどうするか。もう国債発行です。もう聞いたように、もう財政出動しかないです。それしかないです。税金とかで賄うだって限界あります。もう財政出動するしかないです。で、財政出動しかないです。で、怖いのがインフレ率ですから。で、インフレ率がどんどん、今デフレなんでね、むしろ。逆にガン出せるチャンスなんですよね。だからどんどん、まあ、財政出動する。もうそれ以外ないです。ということで、やっぱり、昨日と同じ話なんですけどね、やっぱり今の、アベノミクス、そして、財務省の政策っていうのは、やっぱり間違ってます。うん。どんどん財政出動する。緊縮財政と反対の、もう財政出動、もう財政赤字ガン増やすような感じにしなければ、国民も豊かにならないし、技術も、育ってこない。ということになると私は思います。ということで、とりあえず、おめでとうございます。今後、日本のその科学技術の発展を願って、どんどん国債発行して財政出動していきましょう。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。